カリフォルニアディズニーランド200ドル企画。はい、うまい。いやー、これで光りました。豪快な豪。限界に近づいてるかもしれません。どうしました、皆さん。さあ、というところでファンタジーランドのレッドローズというところに来ております。ちょっと喉が渇いたんで、ゴーちゃんさっきからしょっぱいもんばっか食べてるっていうのできついっす。ちょっとこの辺でシーズナルのリミテッドバージョン、はい、あるんですか。そう、ココナッツストロベリーレモネードおおというものがあるそうなので、それを飲みに来たというところで、はい、じゃんけん早速やりましょうか。じゃんけんなんすか。勝った方が買う。はい、いきます。最初はグッジュッポン。うわー、負けた。読みすぎて読みすぎて、ゴーちゃん手がふざけんなよ。Thank you。 なんか美味しそう。まあこれで5ドル92円です。めちゃくちゃ汗かいてるし。レッドローズに乾杯しますか。サルー。めちゃくちゃ喧嘩打ってくるやん。一個言っていいですか。はい、これ控えめに言ってうまいっす。おう。喧嘩打ってますよね。これ、あの、何の味か一瞬で分かりました。飲んだ瞬間に。はいはいはい、これチューペットのまだ凍らしてない時の液体です。完全にそれっすね。え、それ美味しいんですか。まあ控えめに言うとうまいっす。上のなんかクリームは何ですか。なんかココナッツの風味が。ココナッツのクリームか。ありますね。あ、ココナッツが入ってます、ちゃんと。うわー、全部飲んだ、本当に。まだちょっと残ってます。鬼のような人ですね。うわー、飲み切りました。じゃあ次行ったりましょうか。レーツゴー。すげー。今ファンタジーランドの方からスターウォーズエリアに入ってきたんですけど、ブルーオアグリーンミルク、これは買った方がいいんじゃないですかね。飲んでみるしかない。いきますか。いっちゃん高いやつにしましょう。 OK。 8ドル79のブルーミルクですね。さあ、じゃんけんしますか。さあ、いきます。最初はグーじゃんけんぽん。じゃあ買っていきます、ブルーミルク。さあ買ってきました。なんだこれ。これで、うわ、9ドル47です。まあ、全力8ドル、ぬるぬる79、はい、どんな味するんだろう。サル。あー、シャーベットっすね。あ、シャーベットなんだ。シャーベット、シャーベットで、なんかラムネ、なんだけど、ちょっとなんか変な味。美味しくない、うん、なんか変な味。でも、まあ、全然冷たいから、冷たくてなんかすごいゴクゴク飲める。いや、すげえそれ欲しいな。うん、グミが入ってんだ。あ、多分全然いい顔しないですね。うわ、美味しくない。これね、マンゴーだ。あー、うわ、おいしい。ごちそうさまでした。ここのコーラ形がめちゃくちゃ可愛いですよ。おお、 6.25。 いってきます。いや、めちゃくちゃ飲みたいけど、ちょっとあれで6ドルは。いや、あの、でもあれ、あの形ここでしか飲めないですよ。私、お土産に、お土産に。ちなみに何飲みたいですか。私コーラ飲みたいですよ。コーラ？コーラ。僕はスプライトですね。まあでもこれ値段一緒なんで。まあ確かに。別にどれ頼むんです。分かった人が頼めばいい。行きましょうか。最初はグー、じゃんけんぽん。はい、行こうでしょ。よし、また負けた。マジか。なんでこんなに負けるんだろう。すげえ。超かっこいい。かっこいい。いっちゃいますか。うわ、いただきます。
ばい。結構泣きそう。最後の一滴ぐらいよこせや。今メインストリートのリフレッシュコーナーっていう、はい、まあ、一番端っこ眠れる森の美女のお城より、はい、になります。あのロケットソーダっていうなんかラムネみたいなやつとホットドッグがあるんで、それが今回はセットになります。またしょっぱいやつか。お腹いっぱいで食べたくないですけど、ちょっと結構きついですね、はい、なんで買った方が食べれます。はい、いきます、やりましょうか。最初はグー、トゥルポン。わぁ、父ちゃんが勝ちました。いやー、嬉しいのか、辛いのかちょっと分かんない。え、これディスプレイより2倍でかいんだけど。やばー。見ただけだ、腹いっぱい。大丈夫？行っちゃいましょう。ちょっと時間ないんで。時間ないんで、どんどん行かないと。ケイさん全然食べてないじゃないですか、今日。いくら今結構腹やばいですか、正直。腹やばいですね。あ、なんかチェリー系のなんかジュースが入ってますね。あ、そうなんですか。弾けます。チェリー、うん、いいっすね。甘酸っぱくて美味しいです。これいくらですか。 5.99。 5.99、 安っ。これイタリアンソーセージドッグなんですけど、はい、これは 12.79。 12.79。 じゃあちょっといただきますね。どうぞ。うん、めちゃくちゃうまい。うわ、なんかぶっといソーセージを半分に切ったやつとサラミとチーズがたっぷりです。うわ、パンが硬いからめっちゃ食べるのに時間かかりそうです。うわ、どうしたんすか。ええ、どうしたんすか。ちょ、限界にちょっと減ってないじゃないですか、時間が。はい、というところで、あのごちゃん、きついです。正直あのお助けします。 お助け合いが必要になってくるんじゃないかと。あのルール変えちゃいましたけど、まあ、メインは、はい、勝った人が食べる。やっぱ美味しく、そう、本当にもう苦しくなったら食べるっていうところで、まあ本当に苦しそうなんでありがとう、ケイさん、救世主。これお願いします。おい、というところでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ次行ってみましょう。ケーキが食べたいんですか。朝あれ食べたかったんですけど、ゴーちゃんにやられたんで、まあ、50周年の T シャツ着てるんで。ああ、これですか。これいきましょうか。何かは不明ですが食べてみると最初じゃあ行きましょう。勝っちゃった。人が食べたがってたチョコレート、これいくらですか。 1.49。 さあ、正体不明の物体いただきます。はい、あ、何かっていうと砂糖の塊です。あ、まあでもなんかインスタ映えはしそうっすよ。うわー、いい、美味しいですか。多分あの中にもっと美味しいものあります、ね、やっぱ50周年だったんで、まあ絵になるかなと思って。ちなみに何がご主張なんですか。え、エレクトリカルパレードっす。エレクトリカルパレード、はは、おー、男5食いました。じゃあ、行きますか次。行きましょう。まだまだ200ドルまで遠いんで。パフェって書いてあります。パフェ、はい、まあ、多分これ海になってて島になっててミッキーがここにいるよっていう、かわいい様子になっていて、まあ、めちゃくちゃ美味しそうですね。さあ、じゃんけんしますか。 OK、 いきます。最初じゃんけん。いや、ちょっと
うわー見てください、宝島が7ドル99ですね、これでニューオーリンズスクエアっていうところのそこのパフェですね。このじゃあ海のところからまずいただきたいと思います、はい、あー最悪です。宝島行きますね。いや全然美味しそうな顔しないね。全然美味しくない。これは正直ね、多分日本人の口に合わないんじゃないかな。あー甘すぎる。ディズニー好きだからあんまり酷評したくないけど、あんま美味しくない。あんまっていうか全然美味しくない。まあインスタ映えはしそうでしたね、パッケージ。お、でも最後まで残さず。ごちそうさま。ごちそうさま。次どこ行きますか。ちょっと今何ドルか計算しましょう。そうです、そうです。さあ、現在の金額 138.84 というところで、うわ結構きつい。で今8時なんですけど、あと4時間あるんですよ、閉園まで。そうですね、ここ12時までやってるん でレストランも12時までやってます。なので行ってみましょうかね。レッツゴー。あー腹いっぱい。というところでやってまいりました。ちょっと60あと2ドルぐらいなんですよ、はい、結構きついですよね。これお互いがこう協力していくしかないっていうところで、もう一個ずつ頼んでいきます。すいません、時間的にもね、時間的にちょっと厳しいから、すいません。なんでちょっと撮影ができそうなその明るいところをお店の中で撮っていきます、はい、行きましょう。はっ、はい、というところで、クリーターカントリーの奥のアングリベアやってきました。で僕が頼んだのは相変わらずチーズバーガー、それとオレンジ2つというところで、皆さん見てください、カクルミッキーっす。あとラージサイズのコーラ、マジのコーラを頼みました。私はもう何も入らないんですけど、野菜ぐらいなら頑張ろうと思ってサラダにしました。あとレモネード、これが 5.99、 これが 12.49、 2つで 18.48、 私が 18.01 ですね。というところで食べてきますか。食べますか。あーコーラのラージがクソでけえ。どんぐらいだろう。分かりやすい。 iPhone 12 Pro Max よりでかい。マジきついっす。もう絶対にあざーす、終わりー。行きましょう。行きましょう。ここが最後です。最後はスターウォーズ。あと 24.6。 そう、24.6 なんで、もうこれ一つずつ食べれば終わる。最新のサンドイッチかな。さあ、じゃあ食べますか。これ美味しそうですね。ここはスターウォーズのフロントロースター、食べ物はフロントラップです、はい、まあ、中はソーセージとキャベツと、人参、チーズ、そんな感じで何に包まれてるんですかね、はい、多分中東系のラップっぽい感じがします。じゃあ行きますか、はい、いただきます。しょ、うん、美味しい、うん、あ、これは美味しい。今12時前です。10時35分。ちょっと辛め、ピリ辛。ソーセージは辛い。辛いの苦手な人は、まあ、ちょっと辛いって感じるかな。私極端に辛いの苦手なんで、まあ、でもそういう人でもこれぐらいだったら多分食べれる。いや、うまい。普通にマジでお腹いっぱいだったけど全然食べれる。うん、食い終わりました。ついに200ドル企画、マジできつい。はい、というところで全部食い終わりましたね。200ドル分マジ鬼きつかったっすね。よかった。200ドルって結構きついっす。
結構な量、なんかアメリカって物価高いから200ドルぐらいにした方がいいかなってとっさに思いついてやったんですけど、ちょっと結構きつかったですね。まあでも期間限定な飲み物なんか紹介できたのはまあ良かったかなと思います。あと最新のね、最後にスターウォーズのねラップを紹介できたっていうのも良かったなと。いや皆様ね、あの200ドルこんだけあったら食べれるんですけど、まあ、やる必要はないかなと思いましたんで、それを参考に遊びに来てみてはいかがでしょうか。では今回も動画の視聴ありがとうございました。 Thank you for traveling with KRA。